ゲームが原因で死亡した者たちの死因が正直言ってアホすぎる。皆さんどうもこんにちは、キャベツです。突然ですが皆さんはゲームのやりすぎで体調を悪くしたことはありますか？私はあります。最近じゃ長時間ゲームをプレイすることはかなり少なくなっていますが、学生時代は1日ぶっ通しでゲームをすることが多かった。ゲームすること以外はトイレのみ。飯もゲームしながら食うくらいにはゲーム廃人になっていた時期もありました。そんな暮らしを続けていると必ず起こる現象、それが現実世界でゲームの設定を持ち込む謎現象。例えばぶっ通しでプレイしているゲームがファイナルファンタジーだったとすると、現実世界で疲れたなぁと感じた時に、あ、ポーション使おうとかいう謎の思考に行き着き、一瞬思考停止した後に、あ、これ現実やったというかなりヤバめな思考に落ち着くという現象が起きます。またシンプルに体調に異常をきたすこともある。例えば長時間座ってプレイしていると痔ができてケツから血を吹き出したり、体勢が悪いと猫背になってその後10代なのにぎっくり腰になったりと、ゲームが及ぼす影響はいいものだけとは限りません。しかし普通ならどこまで言ってもそういった体調不良くらいで収まるはず。だが世界ではゲームのやりすぎで死に至るケースも存在します。ということで今回はですね、ゲームが原因で死亡した奴ら全員集合ということで不謹慎な動画です。しかしバカな死に方に送られるダーウィン賞なんかがあるくらいですし、多めに見てください。今回選出した人たちは全員ほとんど自業自得レベルなので、この動画が炎上することはまあないと思います。今回はそんな不幸な事例やバカと不幸のギリギリのラインで死を迎えたバチクソ危機感のないゲーマーたちを紹介、かなり笑える内容になっておりますので、ぜひ休日の夜にビール片手に見ていただけたらと思います。では行きましょう。インドの少年 PUBG のやりすぎでドン死。まさかバトロワゲーで実際に死ぬなんて誰も思わない。ドン勝ち目指してドン死になんて誰も笑えません。しかし実際に死に至ったケースがあります。場所はインドに住む16歳の少年フルカン・クリシニキ。元祖バトロワゲー PUBG を6時間という、正直それで死ぬかというピンとこない普通のプレイ時間でドン死しました。いかにも彼に基礎疾患がありそうな雰囲気ですが、彼に基礎疾患はありません。シンプルに PUBG で興奮しすぎてドン死にしました。一番ヤバいやつです。正直バカとしか思えません。彼は倒れる前にかなり興奮しており、プレイヤーに怒号を飛ばしていたと言います。そして友人とプレイしていた際に突然バカしろバカをと叫び出し、イヤホンと携帯を放り投げ、泣きながら友人にお前とはもうプレイしないと叫んで倒れ、そのままドン死したとのこと。興奮して怒って泣いて死ぬなんてとんでもない落差ですね。感情のジェットコースターです。地元の記事によれば、彼はどうやら日常的に長時間 PUBG をプレイしていたとのこと。まあ、完全にプロのモチベですよね。彼がドン死にする前に世界のプロゲーマーチームが見つけてくれなかったことが悔やまれます。もしプロゲーマーとして活躍すれば、彼のドン死はより偉大な功績として語り継がれていたはず。しかし彼はインドの固い中でドン死してしまいました。栄誉もクソもありません。ただの愚かなやつです。ちなみに気になるシーンですが、ゲームの興奮がアドレナリンの急激な上昇を引き起こしたこと、心停止に至ったとのことです。こう聞くと結構まともな理由ですが、死亡理由にまとももクソもありません。彼はドン死にしました。ちなみにクレシ君の弟は、クレシ君が亡くなってから速攻で PUBG をアンストしたとのことです。弟まで PUBG でドン死にするのはさすがに悲劇ですからね。それでいいと思います。この事件があってからインドでは PUBG のプレイ時間を6時間までに制限しましたが、6時間プレイして死んだ例があるのになぜマックスを6時間にさせるんでしょうか。興奮していればギリギリドン死にするラインですよねこれ。せめて5時間にした方がいいと思います。この時間に対してのルーズ感がインド感あってナマステって感じですね。グラセフ4に影響された8歳の少年、祖母の頭を弾丸でぶち抜く。グラセフといえばご存知の通り、主にグレートカントリーアメリカ様を舞台に違法という違法を繰り返してプレイするゲームであり、日本では有害図書にすら認定されるほど箔がついたゲームでもあります。内容が過激なだけに自制心ガバガバのバカたちこぞってそれを現実と重ね合わせて自制心解放でパリピし、犯罪を犯すというバチクソ危険な事件を起こすことでも悪名高く、他のゲームとは気にならない売り上げと比例して悪い部分は目立ってピックアップされてしまうグラセフ。その一例がこの衝撃的でリアルなマザーファッカー事件でしょう。2013年9月自宅の居間でくつろいでいたマリス・モーザーズが射殺。犯人はまさかの8歳の孫。なんとも衝撃的な内容であり、日本では考えられませんが、警察はグランドセフトオートが原因だとしています。思春期を迎えた10代の少年ならまだありえますが、まさかの0代。しかし日本でも8歳でビットコインを買って人生は挑戦や言うてるマセガキもいることですし、
彼の投稿拒否を一日中リズメで攻めたら、さすがに人生は犯罪や言うて頭バシコンいかれるかもしれないんで、8歳がおばあの頭をぶち抜くのもありえない話ではないかもしれません。このような事例を見ると、やはりゲームと少年少女の非行には因果関係があるのではないかと確信めいた思考に落ち着くのが普通でしょう。しかし実際、ゲームが犯罪を促進するという事実には科学的根拠はないとされています。2008年の研究結果では、ゲームにおける脳活動が最も活性化すると指摘されており、因果関係がないということが分かっています。またゲームプレイ時間が長いことによっての犯罪率に影響するか否かということも、これまた因果関係はないことも分かっており、表面上ゲームという媒体によって人間に引き起こされる悪影響というものはほぼ無に等しいということが分かります。ただし現実と虚構の区別がつかなくなってしまうことにより、犯罪が引き起こされるという事実は否定できず、因果関係は証明されています。ただこれに関してはあらゆる媒体、作品、芸術にも言えることであり、ゲームを一つ取って悪者と決めつけるのはチンカスだと言えるでしょう。それを踏まえた上で、マザーファッカーしてしまった8歳の少年を分析すると、グラセフは確かに影響力はある。ただし彼に影響を与えたのか、たまたまグラセフなだけで、彼がグラセフではなく戦争映画やギャング映画を見ていれば、結果的にばあちゃんをぶち抜いていたでしょう。なぜなら彼は影響を受けやすい人間だった。たまたまグラセフがそのような影響を及ぼす可能性は秘めていたという要素はあるのにはあるため、暴力的なゲームを否定する人間は消えることはありません。いずれにしても彼は影響力を受けやすい人間であり、かつやらかしてしまったのです。インドの少年2人、 PUBG に夢中になりすぎ電車に轢かれて鈍死。どれだけ鈍死するのでしょうか。同じくインドにて PUBG に夢中になりすぎるがあまり電車に轢かれて鈍死した2名の男性がいます。どのように轢かれたのかは情報がなかったのであれですが、インドの交通事情は日本とかなり異なっているので、駅のホームから転落したとか踏切を越えてしまったとかいうこの手の死因とは違うとは思います。そもそも踏切もないところすらあるので、電車が迫っていることを知らずに15時か9時の方向から電車にぶつかり、そのまま鈍死したのでしょう。まさか電車側もダブルキルするとは思っていなかったはず。電車のドン勝ちです。PUBG をきっかけに誘拐されて鈍死。こちらは非常に恐ろしい事例。またもやインドです。みんなナマステしすぎですね。PUBG プレイヤーとして知られている15歳の少年、アブヒナブ君が3月11日に家を出た後、消息を絶ちました。その後、父親が彼のスマホを見てみると、PUBG で誰かとチャットしていた記録が残っていたことで警察に通報。どうやら PUBG のチームメイトが少年を洗脳して誘拐したとのことです。その後の詳細は分かっていませんが、おそらく末路は鈍死。近年ネットが盛んになり、誰とでも連絡が取れるようになった現代社会では、このように気軽に誘拐されてしまうケースが多くなっています。必要とされるコミュニケーションハードルが低いゲームは、社会生活でコミュニケーション不足に悩む人間を充足に満ちさせることはたやすく、そこに悪意が介入するといとも簡単に人を操作できてしまいます。自身のコミュニケーションに不満がある人はゲームをプレイする際気をつけましょう。でなければあなたも鈍死します。インドの少年、 PUBG プレイ時に水と間違えて酸を飲んでしまい鈍死。インド人の危機管理能力が低すぎる件、インドの少年たちは良くも悪くも一点に集中するタイプのようです。またもやインドの少年が PUBG モバイルをプレイ中に水を飲もうとしたところ、酸を飲んでしまい鈍死したとのことです。まずなぜ家に酸が置いてあるのか謎すぎますし、あるにしてもなぜ身近に置いているのか、そしてなぜ飲んでしまったのか、何一つ理解できなさすぎてナマステって感じです。家に酸置いておく人って科学分野で目を出している秀才くらいでしょう。一体何をしようとしたんだ。インドがヤバすぎます。85時間ゲームをプレイした韓国人男性、死亡する1時間前にトイレで倒れるも死者蘇生で蘇ったが1時間後に死亡。何が彼を突き動かすのか。2002年10月8日、韓国でネトゲをプレイしていた男性が死亡するという事件が起きました。彼はまさかの3日半もぶっ通しでネトゲに没頭。明らかに何かを決めているとしか思えない状況の中、さすがにことが切れたのか、あるいはションベンを放出する際のエネルギーすら残っていなかったのか、トイレで気を失ってしまいます。常人ならばここでお疲れ様ですが、どこからそんなエネルギーが湧いてくるのか。彼は意識を取り戻してゲームを続行。とんでもないバイタリティです。月並みにはなりますが、そのエネルギーを他のところで発揮してほしかった。しかし2002年時点で死者蘇生は制限カード一度だけ使えます。そう、一度だけ。しかしさすがに彼ももう虫の息。意識を取り戻してから1時間後、彼はゲームをプレイしながら焦点しました。ゲームの神が与えた1時間、彼はゲーム内でどんな偉業を成し遂げたのかは分かりません
が、死に際の彼は笑っていたとかなんとか。死者蘇生はもう残っていません。リビングデッドの呼び声を使えば戻ってこられますが、攻撃表示で戻ってこられては彼が持ちません。ここで引き際です。もはやここまで来ると尊敬の念すらはらむ。何が彼をそこまで突き動かしていたのか、情熱と感動の理由を期待したくもなりますが、当局は彼の死因がシンプルに疲労で死んだと発表。やはりネトゲ廃人はシンプルにヤバいやつです。12時間ゲームに没頭したイギリスの20代男性、ガムを取るために動いて死亡。まさかガムを取るために動いただけで昇天だなんて正直笑えません。12時間なんてゲーマーなら普通のプレイ時間、なんなら少ないくらい。ゲームをした後にガムを取る動作なんて普通です。なんなら一部の下半身と利き腕を使った運動、通称おするのもザラです。ではなぜ彼はおなかではなくガムを取るというちょっとの動作で昇天したのか、この事件は今後皆さんも気をつけていただきたい事例です。この昇天の原因、それは長時間動かずにいることで肺の中に血栓ができたことによる肺栓塞。ゲームの最中全く同じの姿勢のままでいたことで彼の体内に血栓が発生し、それが突然動くという動作のおかげで完全に止まってしまい昇天してしまった。実際彼はゲーム時友人と共にプレイしていたようですが、彼は胸のあたりに痛みを感じると話していたようです。まさか友人も彼の胸の中に血栓ができているなんて思いません。その後ガムを取るために動いて昇天されるなんてもってのほかです。男性もガムを取るという動作がまさかここまでダメージを受けるとは思わなかったでしょう。皆さんもお気をつけください。ゲームを長時間プレイする際は1時間ごとくらいに軽い運動をするのを心がけましょう。そうしなければゲーム終わりに使う天下が人生最後に見るものになるかもしれません。21歳の少年、ゲーム内で女性に振られて死亡。オンラインゲームをプレイしたことがある人ならゲーム内のアバターでバチバチに補正がかかった女性キャラプレイヤーに恋をしたことくらい一度はあるでしょう。日本で有名なオンラインゲームの恋愛事件といえば、お兄ちゃんどいてそいつ殺せないという殺意むき出しのセリフが有名な事件がありますが、海外でそんな事件が起これば大概銃が出てきて Holy shit! Motherfucker man! というセリフの後間髪入れずに銃で脳天アボンでしょう。まあ要は死が待ち構えています。悲しいことに実際にそんな事件が起こってしまいました。2007年10月、当時21歳だったショーン君は海外のオンラインゲームエバークエストにドハマりし、一体何がそこまで彼を突き動かすのか。仕事すら辞め、挙句の果てにはアパートを立ち退かされ、ママンと一緒に暮らし始めることになっても彼はコントローラーを手に取りエバークエストに没入。もはやここまで来るとプロである。見かねたママンが彼を依存症者のためのグループホームにぶち込み、分裂病人格障害と診断されましたが、彼はグループホームを出た後再びエバークエストの世界に没入。ここまで来るとエバークエストの開発会社も心配になるレベルですが、彼は突き進む。進撃のショーン。話は戻って、ショーン君はうつ病と分裂障害というノリでどうにかなるレベルの話ではないハンディキャップを持ち合わせていますが、それとは別に転換も持ち合わせているというスキル持ちであり、ゲーム内なら重宝されるくらいにスキル持ちですが、現実では悲しいことに彼を蝕みます。彼はゲーム中に何度も転換の発作を起こしており、ママンはもうやめろと止めていたようですが、やはり彼はやめませんでした。そんな日々が続いた中、ゲーム内で出会った女性キャラクターのことを話しました。そして彼女に拒絶されたことで追い込まれていたようであり、その後日彼はパソコンの前で頭を打ち抜いて死を迎えました。これだけ見れば女性に振られて昇天したように思えますが、彼のそれまでの人生と内情を推し量るに、エバークエストという現実世界よりも馴染める世界で好意を持つ人物に拒絶されたことで絶望したというのが彼が死を選んだ理由かもしれません。つまり彼女は一つの着火剤であり、現実世界ですらうまくいかないのにエバークエストの中ですら拒絶されたら心の拠り所がなくなってしまったという悪循環の結果なのではないでしょうか。皆さんも知らない間に人を傷つけ、人の死を呼び込んでしまうかもしれません。ということでいかがだったでしょうか。全体的にインド勢の危機管理能力の弱さが抜きん出ていましたね。このような悲しき事件は主に海外でよく起きがちですが、日本でもねたまに起きています。日本ではそれらの事件に対して過激に反応して、なぜかゲームイコール悪者として認識してしまう人種もいます。長時間プレイした人間が問題なのに、長時間プレイさせるゲームが悪いだの、殺人の影響がゲームにあるだのよく言われますが、基本的に長時間プレイしたり影響されちゃったその人本人の問題ですからね。確かにゲームは人間の思考に影響を及ぼしますが、それが殺人とか事故に行き着くと結論付けるのは無理がある。ゲームイコール子供の遊びという認識が未だになぜか存在するので、それが助長された結果の批判なんでしょうが、そういう批判スタイルを取る人間はもう少し思考を巡らせた方がいいと思います。まあそんな感じで今回全体的に不謹慎な動画になってしまいました。最近はゲームのレビューやら紹介を投稿していたので、こういう何線とかまとめとか原点回帰っぽくて楽しかったですね。ぜひ皆さん、今回の悲しきゲーマーたちに対する
感想、コメントよろしくお願いします。じゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるんで登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。